塩斎橋は、静岡県掛川市にある橋である。塩斎橋の路面静岡県掛川市に立地し、一級河川で、ある菊川の河口に架かる橋である。太平洋岸自転車道の一つである、静岡県道376号浜松、お前崎自転車道線のための橋であり、自転車、歩行者専用の橋である。静岡県建設技術センターにより設計され、 住友建設 PS 若杉組 JV により1995年に完成した。世界で初めての連続上路式釣り床板橋として建造された。特に 4K 間連続上路式 PC 釣り床板橋という構造形式は世界でも類を見ない。また釣り床板橋としては日本国内最長を誇る。橋梁として高く評価されており。 土木学会より土木学会田中賞作品部門が授与されている。また、日本最大4景観連続上路式 PC 釣り昇番橋との理由から静岡県庁が県内の様々な日本一を採取して紹介する前、静岡日本一の一つとして選定されている。周辺には日本初の河川マリーナである大東マリーナが立地している。 この大東マリーナに出入りする船舶が橋の下を通過するため、航路港は9.5メートルも確保されている。遠州などが見渡せる眺望が有名であるが、陶器を中心にこの地域特有の遠州のからっ風が吹き荒れる日が多いため、通行には注意が必要である。塩斎橋の前景、ありがとうございます。